こんにちは、皆さん。今日の講義は書籍、時間最短化、成果最大化の法則、スイタチイフはインストールする、できる人、の思考アルゴリズムです。この書籍は、なぜかある人は他の人の150倍もの成果を出せるのか、という疑問に答えるために生まれました。著者は、成果を上げるための秘訣を明かしており、その中心にあるのは、思考アルゴリズムという考え方です。著者は、成果は単にスキルだけでなく、思考アルゴリズムによってもたらされると主張しています。興味深いことに、スキルはどれだけ磨いても、新人とベテランの差は3倍程度しかないのに対し、思考アルゴリズムの差はなんと50倍にも及ぶのです。この本では、その思考アルゴリズムを45の法則にまとめています。これらの法則を毎日一つずつ取り入れることで、短時間で成果を最大化することができると著者は説いています。例えば、第1章では、すぐやる人の思考アルゴリズムに焦点を当てています。行動量を10倍にする法則や、後でじっくり考えない法則など、実践的なテクニックが紹介されています。そして第2章では、目標達成するための法則が解説されています。物事を実現するための考え方や、常に最新アプリをインストールする法則など、目標に向かって効果的に行動するための秘訣が明かされています。また、第3章ではノーミスな人間になるための考え方に焦点を当て、誰もが陥りがちなミスを防ぐ方法が提案されています。さらに、第4章では自分で考え行動する人の思考アルゴリズムについて探求しています。新しいことに挑戦するための心構えや、学びを多角的に捉える方法など、自己成長を促すヒントが満載です。最後の第5章では、成功者の思考回路を模倣することで、自らも成功に近づく方法が説かれています。ネット時代の成功術や、他者との価値観の共有など、成功者の習慣を取り入れることで、自己成長を促進することができます。この本は、単なるビジネス書ではなく、日常生活においても役立つ知恵が満載です。ぜひ、毎日の習慣に取り入れてみてください。一つ一つの法則が、あなたの人生に革命をもたらすかもしれません。エピローグでは、できる人へ変身するためのメッセージが与えられています。自らの思考アルゴリズムを見直し、日々の行動に生かすことで、誰もが成果を最大化できる可能性を秘めています。皆さん、この、時間最短化、成果最大化の法則、スイタチイフはインストールする、できる人、の思考アルゴリズム、を読み込んでみて、自らの思考アルゴリズムを見つめ直してみましょう。この書籍が持つ可能性は非常に大きいです。まず第一に、読者がこの本から得ることができる実用的なヒントやテクニックは、彼らの日常生活や仕事に直接的な影響を与えるでしょう。例えば、行動量を10倍にする法則や後でじっくり考えない法則など、これらの法則を実践することで、効率的に時間を使い、成果を最大化することが可能となります。また、この本が取り上げるテーマは、ビジネスやキャリアだけでなく、個人の成長や自己啓発にも関連しています。成功者の思考回路をコピーすることで、自己成長を促進することができるため、多くの人々がこの書籍から学びを得ることが期待されます。さらに、この本が提供する45の法則は、他の分野やテーマとも密接に関連しています。例えば、時間管理や目標設定、チームマネジメントなど、ビジネスやキャリアにおける重要なスキルやテーマとの関連性があります。これらの法則を理解し、実践することで、様々な分野での成功につながる可能性があります。このように、時間最短化、成果最大化の法則、スイタチイフはインストールする、できる人、の思考アルゴリズムは、読者に実用的なヒントやテクニックを提供するだけでなく、ビジネスやキャリア、個人の成長に関連する様々なテーマとも密接に関連しています。読者がこれらの法則を実践し、自己成長を促進することで、より豊かで成功した人生を築くことができるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康で美しい体は、私たちが日々の活動や目標を追求するための基盤となるからです。特に近年、健康意識の高まりとともに、美容や健康管理に関するニーズも増加しています。そこで、
私が今回紹介するのはライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントを提供し、30日間無条件全額返金保証もついています。また完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うことができます。これまでにダイエットやジム通いが続かなかった人に特におすすめです。トレーナーが作る専用プログラムや無理な食事制限なしのダイエット方法が特徴で、健康的に痩せリバウンドしにくい体作りを目指すことができます。一方、ライザップウーマンは洗練されたプロポーションに導くための女性専用プログラムです。ウエイトトレーニングや食事管理、美容マシンなどを組み合わせたオリジナルのトレーニングメニューや食事アドバイスが提供されます。糖質制限だけではなく、個々の体質や目標に合わせたアプローチが可能です。また産後太りや部分痩せ、結婚式前の上半身ダイエットなど様々なニーズに対応しています。これらのサービスは単にダイエットだけでなく健康管理にも特化した需要に応えるものです。トレーニングや食事管理だけでなく、メンタルや生活リズムの管理も含まれており、総合的な健康へのアプローチがなされています。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。